します。お願いします。いや、はい、お詳しいであろうあなたにご相談があるんですけども。何でしょうか。一つだけもらえるとしたら、うん、ドラえもんの秘密道具は何がいいと思いますか。はい、だから、うん、一つだけもらえるとしたら、うん、聞こえてる聞こえてる、うん、違う何その話題。いや我々もう46ですよ、はいはい、46の漫才師がドラえもんの秘密道具何もらうってどうかね。だからこそですよ。だからこそ、いやこの年になるとね、うん、世の中の矛盾とか社会の問題点とか、うん、リアルに感じるわけです。あ、まあ若い頃よりは感じますよね。やり場のない怒りとか、うんうん、やるせない気持ちとか、うん、年を重ねるほど増えてくるわけですよ。わ、うんうん、まあ、かるよその気持ちは、うん、そんな時ふとね、うん、ドラえもんがいたらな幼稚だなという自覚はあります、うん、攻めてない攻めてない。でもよ、わかるわかる、なんかドラえもんにでもすがりたいみたいな時があるわけよ。いや、わからんでもないよ、わかるわかる、うんうんうん。例えば最近新聞なんか読んでますね。いやもう暗いニュースばっかりですからね。本当に目が霞むんです。霞む、うん、いやもうこうはもう見えないですもん、ね、近づけても、うんうん、でも話すと見えるわけです、うんうんうん、このメカニズムがわからない、うん、ドラえもんがいたら、ね、違う違う、今我々認識がすれ違ってる、すれ違う、うん、このままだとアンジャル、アンジャル、うん、アンジャッシュみたいになるってこと。よくない、これはよくない。あ、そうですか。っていうか何その悩み。それったら老眼鏡かければ済む話やし、うん、ドラえもん呼ぶまでもないじゃない、うん、もうちょっと違う悩みかなと思うじゃない。あの物覚えが悪いですな。物覚え、あ、なんかありがたい話、こうドラマの話とかもいただくこともあるわけですよ、うん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 、でもねこれセリフが入ってこない。あ、なるほどなるほど。だから覚えれるようなこのアイテムがね、それやったらドラえもん呼ぶ価値あると思いますよ。あれもらえば暗記パン、暗記パン、テストに暗記パンってあったでしょ、はいはい、なんか食パンみたいな形の暗記パンをさ、うん、教科書にペタッとしたらその文字が全部映って、それ食べたら全部覚えられる、はいはい、暗記パンもらえばいいよ。暗記パンね、何が不満だ。パンでしょ。パンよ、食べれて2枚です。だってこの年やん。そこは頑張って食べなさいよ。いや食べなさい、食パンでしょ、うん、味一緒ばい。いやだからそれだったらバターとか塗って食べればいいやん。いやペタッとするだけで文字が映るわけでしょ、うん、バター塗ったら文字がにじむやん、うん、だからペタッとする前にバター塗ってそっからペタッとすればいいやん。台本汚れるやん。いいやん別に汚れても覚えとんやから。いや監督に悪いやろ台本汚したら。どこにどういう気の使い方しようの。周り気使うよ、ね、いいやん暗記パンもらいって。だいたいさ、うん、たった一つしかもらえないドラえもんの秘密道具、うん、暗記パンってもったいなくな い, いやそれはもったいないよ。もったいないと思うけど、あなたがセリフが覚えられないって言ったからそういうご提案をしただけ。いやもうそしたら自力でやりますよ。そしたら自力で、そんなにドラマの話も別にこうし、そうよね、うんうん、じゃあ違う悩み聞かせてくださいよ、ね、うん、家帰ったらね、まあ、ちょっと不規則なこともあるし、うん、ちょっと泊まりも多いんで、はい、飼ってるペットがね、うん、私にだけ懐かない。懐かない。だ家族とはすごい仲良くするんですよ、うん、私が帰るともう初めて見たみたいな顔して、うん、歯むき出して吠えてくるわけだお父さん辛いね、それ辛いよ、働いて帰ってきてるのに、ね、だからまあ懐くようなそういう道具、いい道具があります。それやったら桃太郎印のきびだんごもらいましょう。桃太郎印のきびだんご、ほらのそれ食べたらどんな動物も懐くっつってさ、うん、映画ののび太の恐竜やったらもうティラノサウルスも懐いたぐらいですから、きびだんごもらいましょう。でもそのきびだんごカロリーは大丈夫。カロリー、いや犬を長生きさせようと思ったらね、うんうん、同じ決まったドッグフードがいいよってテレビで見たわけですよ、はいはいはい、そろそろ嫁の陰に隠れてさ、うんうん、得体の知れんきびだんごを渡してる姿見られたらさ、うんうん、嫁は子供に怒られるでしょ、うんうん、だからそういうリスクはないものとする。ないものとする、うん、もう低カロリーでワンちゃんにも優しくてワンちゃんもむしろ長生きするものとする、うん、する、うん、じゃあきびだんごでいいじゃない。そうで、でも追加注文はできますか。なんなん追加注文って。うち2匹おるんよ。2匹でガッツク方の犬がさ、こっちの犬の分まできびだんご食べる可能性があるから、うん、その時にちょっと足りません、うんうん、転売っていうのはできます。追加注文はできるものとする。できるものとする。言ってくれたら翌日アマゾンが届けるものとする。アマゾン、うん、する。あ、そうですか、うんうん。楽天カード、うん、使える。使える。全ての決済は楽天カードが使えるものとする。ポイントは貯まる。貯まる。今なら7000ポイントプレゼントする。完璧や。なるほど。それやったらいいや。ならいいで。じゃあもう桃太郎印のきびだんごにしよう。でもさ、何？結局そのドラえもんの力を使ってやっとこさ懐くんでしょ。そうよ。いやそんな犬をね。うん、果たして心から愛せるでしょうか。知らんよ、愛しなさい。ちらつくなー、きびだんごが。なんなん、ちらつくな。ペロペロ舐めてもこいつきびだんごやもんなーと思ったら、もう興ざめよ。なんなん。じゃあもう懐かれただけでありとしなさいよ、オッケーにしなさい。いや大体さ、たった一つしかもらえない秘密道具をさ、うん、桃太郎印のきびだんごってもったいなくない？もったいないよ。
ずば抜けてもったいないよ。でもあなたがペットか懐かんって言うからそういうご提案しただけで、じゃあちょっとお詳しいあなたに相談ですけど、うん、あなたなら何ですか。僕なら欲しいものもらえるなら、うん、今やったらもうどこでもドアがいいやん。なるほど。だって福岡と東京行ったり来たりしてもう移動きついでしょ、うん、でもどこでもドアがあったら東京福岡行ったり来たりし放題やん。なるほどね、うん、どこでもドアもらえましょう。どこでもドアね、うん、でもさ、さすがにマイルはたまらんよねそれ。いやいや、あのドアを出入りするだけで誰がマイルをよこすの。たまるわけないよ。移動したからやっぱちょっとしたお得感は欲しいでしょ。お得感だ。2回あと2回乗れば沖縄とか、うんうんうん、いやだから沖縄も行けるやん。あと10回でハワイただとか、うん、だから花村さん、どこでもドアがあればハワイもアメリカもヨーロッパも行けるの。それでも海外旅行とかいっぱい行けばいいやん。いや怖いやん。何が怖いの。正規のルートで行きたいやん海外は。何正規のルートって。いやだ、税関も通らずパスポートも持たず入国するんやろ、うんうん、犯罪ばい。そんな言い方すんだよ。ドラえもんでそんなシーンないやろ。のび太くんにパスポート見せろとかそんなシーン。だってのび太くんやもん。何、花丸くんは多分違うの。何が花丸くん。こういうなおじさんが急に現れたら、あんたなんねって言われる。言われてる。どっから来たとって言われる。ジャパンって言うやん。言うよ。どうやって来たとって言う、うん、だこのドアで来たとって言う、うん、はぁって言われる。何用とって、いやこのドアどこでも移動できるとですって、うんうんうん、はぁって言われる。パスポート見せてって、うん、持っとらんって、なんでって、いやこのドアで直で来たと。何用とって言われる。警察行こうって言われる、うんうん、いやせめてこのドアで大使館行こうって言われる。何用とって言われる。あなたが何用と。向いてないよ。リアルとファンタジーの境界線がぐちゃぐちゃやから。花村さん、秘密道具もらわん方がいいと思うよ。いやでも大丈夫。そしたら、うん、何でも、うん、全ての悩みを解決する秘密道具があるから、それもらおう。え、全ての悩み解決する、うん、じゃあドラえもんからたった一つ何もらうの。芋焼酎の水割りを。もったいないって。ありがとうございます。僕ら間違えずに行けたらいいな、なんてことですね。そうですね。それで行ってますよね。パチンコしすぎじゃないですか、ちょっと。ね、ただ本当あんまり期待しないでくださいね、はい、やっぱりね。いや、お客さんが今日若いんでね、はい、やっぱ僕らなんだかんで言っても結構ベテランなんですよ。まあ、キャリア積みました。今年で芸歴21年、はいはい、1990年デビューでございまして。同期誰だと思います。誰ですかね。あのスーパーファミコンなんて比べようなの。皆さん笑わないと思いますけどね。父様と比べてください。ね、ただね、これから夏でございますからね。やっぱお盆なんかやっぱ東京の方もどうなんですかね。やっぱ、はい、あの里帰りするんですか。大体基本的にはばあちゃん家に帰るみたいなのがね、九州の定番ですけども。まあ、福岡はそうですね。まあ、やっぱみんなばあちゃん家に帰るんですかね。どうなんでしょうかね。おばあちゃん家。まあ帰ると思いますけどもね。ただ、うん、あのあなたおばあちゃん家おばあちゃん家ってずっと言ってますけど、ええ、本当はおじいちゃん家ですよね。うん、まあどうでもいいんじゃないかな、そこは。家主は、うん、かもしれんけども、言いやすい。届け出はね。はいはいはい、わかりました。じゃあ、じいちゃんちって言いますけども。お願いします。だからね、あそこね、帰ったら帰ったら楽しいんですけど、すぐ暇になるんですよね。うん、だいたいああいうとこでテレビ1台しかないじゃないですか。個人差あるでしょう、ね。だからそういうテレビ1台をさ、はい、親戚中があの、甲子園で占領してますから、はい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 、子供たちもチャンネル権がないんですよ。そうそうそう。なんも遊び物もないから、なんもやることないですよ、ね。やることないね、ほんと。やることなかったな。ないよ、もう。することといったら何します。なんもないと思うけど。あの、畳の緑のとこだけ歩いてみたりとかね。ああ、砂渡りごっこね。もうぐらいでしょうな。そのくらいでしょうな。あと何しますか。何もないよ。あとあの畳と絨毯くっつけてるあの押しピンの長いやつを抜いたり刺したり。大手術ね。やったやったぐらいですかね。そんなもんでしょう。あと何しますか。何もないよ。もう扇風機に向かって。結構やることいっぱい。結構スケジュールいっぱいですよ。5分で終わりますよ、そんなもん。でも今はね、携帯なんかあるからね、皆さんあの退屈しないで済むと思いますけども、まあ、やっぱ考えたら時代が変わりましたよ。今だって少子化じゃないですか、うん、だから少子化だから学校の行事なんかも変わりましたよね。僕らと違って、例えばほら今修学旅行なんか今平気で海外と行くでしょ、はい、羨ましい。あれね、あの生徒さんの数が少ないから先生方も管理できていけるんですよ。そういう事情ですか、ね、だと思いますよ。僕らの時子供の数多かったですから、はいはい、まあ、修学旅行が管理しようとなるとさ、うん、やっぱ国内の地味なとこ地味なとこ行かされて、まあ、そうでしたな。いや一番ひどいのはあなたの高校ですよ。じゃあマンモス校でしたか、ね、ちょっとここ修学旅行どこ発表してどこ行ったの。皆さんご存知ですかね、あの、うん、福井県の、ええ、東尋坊。東尋坊当時自殺の名所ですか、ね、いや、いい観光地ですよ、あそこは。いや、10代で行くとこやないばいって言ってましたよ、友達と。で、その後あれよな、はい、黒部ダムで4時間の自由時間あったな。2日目は。2日目はね。何してたの、ダムで修学旅行4時間。ずっと水を見つめてましたよ、ね。今違うでしょ、ね、ハワイとかオーストラリアとかロサンゼルスとか行くんですよ。そうなんです、ね。で、生徒さんにそういう希望の行き先かかしてさ、なんか話し合いとか、はい、今日学校によっては抽選で決めるっていうんですよ。修学旅行もただのアトラクションですよね、こうなったら。今年の修学旅行、いよいよ決定なんです。あれカビラさん。めめなんでカビラ J さん出ました。どこですか。
グループ G スロバキア。どこ行くんか。今年もわずかということで、そうだ、また新しい年を迎えるということで、ですよね、また一つ年を取るわけですよ。まあそうなりますよ、ね、やっぱそう考えるとね、やっぱ若返りたいですな、学生時代に。いつぐらいに、まあ、中学ぐらいがいいんじゃないですか。中学いやん、なんだって俺中学の時あだ名捕虜って呼ばれてた。それお前だけお前のことだけやろ。チャンネルが違ってすいません本当に。いやいやのね、学校戻りたいっつっても勉強がややこしいでしょ。だって勉強はもう本文ですから。それ大人って思うんやけど、はい、中学高校で習ったことって大人になって実社会で使わんことばっかりやん。どういうことです。なんなん、例えば科学とかで無理やり覚えさせられたでしょ、はい、水素と酸素を足すと水になります。あったあった。そんなもん蛇口ひねれば出るやん。いやそりゃそうだ。なんであんなに無理やり覚えさせるの。まあひねた中学生ですな。いやいや数学でもあれですよ、うん、例えばあの図形の問題中のこの四角の透明な箱が出てくる問題、はい、皆さん覚えてます。あったね。なんか知らんけどさ、問題解く前にこの四角いのがまず最初斜めにこうまず切ったのこう変にさ問4ぐらいになったそうなあ。絶対もらえる。問題解く前にさ、実社会でこの四角いのは何ですかと。何ですかと。例えばこれお豆腐だとしましょう。こんなん切る。いやいやいや。フランと冷ややこやってネギのしたらネギがボロッと落ちるから。まあまあ勝手ですけど。鰹節が何ショットですかと。多少水分でへばりついてません。書くことないんですよ、はい、それ勝手に来て無茶な要求してくれやろ。この時の断面図の面積を求めよ、うん、偉そうに求めよ、うん、なんであんな言い方するの。僕一番やこしいのは物理。物理とか難しいよ。重力加速度の問題ですか。どんなんか5階建てのマンションのベランダから5キロの鉄球を落とします。危ない。落下速度も求める前にベランダからあんた何しようとないっつよ。ねえ、そういう理系の先生って暗い方が多かったでしょ。だから授業も頭に入らんかったっていうのもある、ね。まあ、確かにイメージ的に理系の先生は、うん、ね、まあ、陰気な先生が多いってイメージ。だからもっと明るい先生やったら俺も人生変わってたかもしれないなと思うね。先生のせいですか。まあ結局はそうかもしれません。じゃあ先生がテンションが高ければあなたの身になってた。いやもちろんなってたと思いますよ。じゃあ例えば、はい、カビラ J さんが物理の先生ならばあなたの身になってた。いやいやもちろんそれはなってたと思いますけど、カビラさんサッカー以外でも大丈夫なんですよ。じゃあぜひちょっと物理の授業お願いしますよ。5階建てのマンションのベランダから5キロの鉄橋としてもいいんですか。いいんです。5階の上から中村俊介、下にはトゥーリオだ。いや松さん、誰が松木さん。どうも改めまして博多華丸大吉でございます。でも漫才ですよ。話しましょう。何しますか。僕ちょっとあの 夢、うん、夢というか、ね、目標がありまして、ね、お何ですか聞かせてください。あのよくニュースとかでですね、うんうん、あの新橋あたりでサラリーマンのお父さんがですね、ほろ酔いインタビューとか、うん、あたまに見ますね。いつかあれに出たいな。夢がピンポイントすぎない。いやでもなんか街頭インでもなんかすぐできるでしょ。いや意外とあれパッと言われてなんか本領発揮できなかったりすると思うんですよ。あそう。だからちょっとやっぱり練習が必要じゃないかなと。じゃあ俺インタビューするからちょっとやってみて。はい、わかりました。あのすいません。あの街頭インタビューなんです。いやー、はいはいはい、いやーできるかな。いやできる。大丈夫ですか。だってあの私最終学歴ですね、中津産業大学です。中津産業大学、産業大学、うん、スナック学部です。スナック学部、はい、あの同級生がチーママとママでした。2対1で。いやあの何が面白いのかさっぱり分からないので一回スルーしますけど、はいはい、あの今ですね日本の政治に一言っていうのをいただいてるんですけども、はいはい、何かありますかね。まあ私なりにはありますけどね。あじゃあ続きはカメラに向かっていいですか、はい、札がありますんで、こちらがあの支持する支持する支持しないの札でございます。なるほど。じゃあ日本の政治に向かってお父さん一言お願いします。私はたまにあのニュース見てるとですね、はいはいはい、政治家の先生がですね、うん、焼き鳥屋さんに行きました。庶民派でしょみたいな PR 活動で言ってるんですけど、よくよく調べてみるとその焼き鳥屋さんは8000円のコースからしかない。果たしてそれが庶民派でしょうか。なるほどね。だいたいそこはそういうとこあれでしょ、焼酎もボトルキープできんとでしょ。1杯いくら水割りいくらみたいな。この前あのメニュー調べたらですね、タンタカタンの水割りが800円だ。はぁ。そんなタンタカタンが飲めたら私はすっからかんになりますばい。ですから私はですね、うん、ボトルキープできない焼き鳥屋さんは支持しない、うんうんうん、違いますよ。お父さんすいません。お父さんすいません。いやあの入り口と出口が大きく違うんですよ。政治の話がなぜ最終的にすっからかんなのかが、ちょっと質問が難しかったですかね。質問難しいです。質問変えましょうかね、はい、もう一回やりましょう。違う話。あのすいません、はい、街頭インタビューなんですけど、なんでしょうこの動きなんですか。この動きはできるかな。できるかな。できると思います。大丈夫ですか。というのは私最終学歴はですね、中津産業大学です。聞きましたよ。中津産業大学スナック学部、うん、カラオケ学科、うん、前川清志高生です。すいません、あの中津産業大学は福岡では鉄板ネタですけど、はい、ここフジテレビなんですよ。
フジテレビで中津産業大学そろそろ閉まっていただいていいですか、ね、そうですか、はい、全国放送でしょ、全国放送ちょっとインタビューなんで、はい、今日本の家電業界が非常に落ち込んでるということで、はい、家電業界の復活は信じられるか信じられないか聞いてるんですけど、はあ、私いきますか、はい、じゃあ札です、信じられる、はいはい、信じられないです、カメラに向かってお願いします、はい、信じられない、お父さん厳しいですね、というのも私親戚がですね電気ラバーやるってですね、はいはいはい、家電製品は全部その親戚から買い集めよったんですよ、なるほど、でビデオデッキまでやったんですけど、ビデオが壊れたって言って、うん、なんちゃらディスクって言ったんです、ハードディスクですかね、語源薄いんですよ、機械が、はい、だから私はビデオテープが入らんばいって言ったんですよ、うん、だからいりません機械を覚える、は何用途って、だいたい60分テープでも3倍速で180分しか覚えてるんですよ、それであんな薄い機械が覚えるわけないでしょ、人間の記憶だって不確かでしょ、昨日のお昼ご飯何やった、あいたって夜はちゃんぽんやったけど昼は何やったかやなっていう、人間の記憶がそうなんだ、そんな薄い機械が覚えられる、はい、私は信じられない、だから違うんですよ札の使い方が違うな、さっきからでしょ、ちょっと変わってみる、お前インタビューちょっと向いてないかもしれない一回見本見せるから、あなた聞いてきてごめんなさい、ちょっと、はい、ちょっと日本の話題とお母さんに、あったかいお客さんの嬉しいんですよ、はいはい、もう頑張るしかないですよ、頑張るしかない、その通り、小玉さん、このタイミングで小玉清さん、早々とお答えいただきましたありがとうございます、それでは黄色の大吉さん、黄色、はい、まずは何番、何番、じゃあ7番、残念、残念、7番はイエスの枕、パネルが違う、新婚さんいらっしゃるのパネルやないですか、はい、正解、正解やないです、最近のね、僕小さい子供とか見えたら心配なことありますよ、何の、いや、なんか新聞なんか見えたんですけど、最近の子供たちってもう年々睡眠時間が減ってるらしいですね、なんで、もう眠れない子が増えた、でもそれは親が悪いんですよ、じゃあ僕は眠れない子供やるんで上手に寝かしつけてみてください、了解、お父さん、おどうしたとや、いや、明日早起きせないかんのにね、うん、全然眠くないんよ、眠ないじゃん、目つぶっても眠れんの、あ、そうや、どうしたら眠れる、よし、もう一杯行こう、いや、酒は飲まれんよ、うん、車か大吉君は車か、今日は、ね、なんで俺あんたの義理の息子みたいになっとんのよし、分かった、じゃあね、お父さんね、枕元で絵本読んじゃろ、じゃあ何読んでくれんの、じゃあね、アリとキリギリス、すごい外国のお話や、じゃあそれ安心使い、使ってお父さん読んでみて、よしよし、じゃあお父さん頑張って寝てみるけ、はい、おやすみなさい、遊びほうけてるキリギリスを尻目に、うんうん、アリさんたちはせっせせっせと働いております、うん、奈良木さん、3時に砂糖積んだ2トン車が到着しました、それまで 10m ばかしちょっと余計にほっといて、よーい、分かって、お前たちアイスの棒を運ぶのどんだけ時間かかるよとか、お前たちはタバコ続けやろうがいつなんでも、はよこうちゃっちゃ運んでんじゃん、現場監督、なんや、市役所の人がどこ、何の話な、なんでアリとキリギリスに博多の工務店が介入しとんの、はかどろうか、はかどりすぎって砂糖積んだ2トン車とかアリさん潰れて死んでしまうよ、どうしたらいい、話変えてよ、眠れんよ、それじゃ違う話か、うん、じゃああれはどうや、ジャックと豆の木、また外国の話、お頼むよお父さん、じゃあおやすみなさい、ジャックと豆の木ね、はい、連れていた牛と不思議な豆の種とを交換したジャックは、うん、家にたどり着きました、うんうん、ただいま、はい、お帰り、あら、あんたは牛はどげんしたとね、は、不思議な種と交換したこのバカチンが、違うとって母ちゃん、この種はね、天まで伸びるごと成長するとばい、あんた近所の人からなんて噂されようか知っとうとね、バカ息子バカ息子と言われようとよ、それを何年種植えたら天まで登るなんば公共埋めてこい好きなだけ埋めてこなさい、母ちゃん今も聞こえる、なんでそうなる、なんで武田鉄矢さんのエピソードみたいになっとんの、父さんのオリジナルやもん、オリジナルすぎるとって、じゃあ裸の王様行こう、頼むよ、はいはいはい、おやすみなさい、はい、なんですか、これが、これがズボン、いい、あそう、いい、あーはい、あー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 いい、え、あーいい、あーいやー実感がない、どげんもただの風呂上がりのお父さんやん、それのどこが裸の王様な、いやこれ裸の王様やな、何、博多の王様だ、それはバカな、どうもありがとうございます、お正月でございますけども、はいはい、でも考えたら子供の頃は楽しかったけど大人だってあんま楽しくないですね、と言いますと、というのはやっぱお年玉払わなきゃいけないでしょ、まあ、そういう立場ですね、親戚とかたくさんあるし、はい、後輩とかたくさんいるから、うん、お正月お金いくらあっても足りないですよ、足りませんか、足りませんよ、あなた、ん、楽天カード持ってますか、急にどうした、急にどうしたの、今なら年間に無料、うん、はいはい、5000ポイントプレゼント、うん、持ってないです、持ってない、持ってない、無無じゃないの、話
急に得意なモノマネ入れる時間じゃないんですよ、ね、でも2014年ですから、はい、何か今年の目標ありますか。ありますね。どういうの。あの今年こそはね、うんうん、教育テレビ E テレに進出していきたいなと思います。あ、芸人さんもね、たくさん、ね、はい、どういう番組とか出たいの。お母さんと一緒があるじゃないですか、うんうんうん、なぜお父さんと一緒がないのかな。まあまあ昔から言うけどね。ぜひ私に初代お父さんをやらせていただきます。もう構想は頭の中あるんですか。はい、ありますね。え、どんな感じ。最初は軽快な音楽とともにお父さんが登場してくるという、へ、はい、何音楽って。音楽はあのアマちゃんのテーマをね、まあまあまあ仮押さえで、仮押さえで、もうできてるのね。できてます。じゃあちょっと見せてもらっていいですか。いいですよ。じゃあ私タイトルコールやります、はい、かりました。じゃあやりましょう、せーの、お父さんと一緒。はーい。始まった始まった。チャラチャ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 ララ、またテレビ見ながらご飯ば食べよう。チャラチャ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 、あら、この ATM は福音のカードが使えんばい。チャラチャ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 、あら、犬がおらんほどなった。チャラチャ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 、うん、なんかガス臭いね、お母さん。チャラチャチャ、お父さん、お父さん、ごめん、はい、我々は今何を見せられてるの。お父さんが言いそうなことをね。ああ、お父さんの日常が聞き取られてたの。オープニングなんでね。あ、はい、これいつまで続くの。やろうと思えば永遠にやる。うん、無理です、無理です。そんな時間ないんで、子供番組。さっさとコーナー行きましょう。コーナー。じゃあ工作から行きましょう。あ、工作とか大事ですか、ね、今日はね、家にあるものでロボットを作りたいと思います。すごい。どうやって作るんだろう。まずは黒霧島のパックを出してください。黒霧島、もちろんこれはイーチコでも構いません。あ、鬼殺しはなお結構でございます。はい、これに穴を開けましてですね、ちくわを刺します。これがロボットの腕の部分ですね。お父さん、ちくわだけに見通しがいいですよ。なるほど。いやいや、材料が特殊すぎるよ。普通こういう工作って牛乳パックが相場なんですよ。霧島とかそんな焼酎は。言葉でございますがです、世のお父さんは胃腸が弱い、はい、牛乳一パックは飲み干せないんだ。いや、飲まなくていいんですよ、無理に。懸念いたします。いや、無理しなくていいですから。子供あんま食いつかんと思う。食いつかない。子供が喜ぶのもいいな。じゃあ歌でも歌いますか。あ、歌とか大好きです、ね、今日はね、歌でね、数字を覚えていきたいと思います。昔はね、一本でも人参とかありましたけど、はい、じゃあ聞かせてください、はい、じゃあみんなも歌ってね、いくよ。はい。一番でも内川、二番でも今宮、三番でも松中、四、はい、うん、番なのに金子、お父さん、お父さん、五番なのに、お父さん、お父さん、あのね、ソフトバンクホークスの選手を背番号順に並べたところで、うん、数字なんか入ってこないんですよ。一、うん、本でも人参だから入るんですよ。一、うん、番でも内川と言われましたよ、ね。2番でも今宮って言われて、俺どんな感情で聞いてか分かんない。やっぱあれですか、1番秋山、うん、2番城島のイメージが残ってる。うん、僕はね、うん、っていうか大事なこと聞くけど、これ福岡ローカル。全国放送ですよね、はい、全国の方4番なのに金子の面白さあんま分かんないと思うから。うん、もうちょっと子供が喜ぶね。じゃあ人形さん出せますか。あ、お人形とかお子さん大好きですからね。今日は指人形できたら、うん、頼みますよ。これがこうです。指人形の概念がだいぶ違うって。というのもですね、これのこれがこうしてきましてですね、これこれこういうもんです。うわーって、なんであんたこうでこうでこうでしたもんね。私はもうバタバタ誤言者ですけど、こうこうこうでこうでこうでございました。それでは皆さんご一緒に、こう、何のことかわからんよ、ちょっと。前半はかろうじてついていけるけど、後半さっぱり。何意味あんの。だからその女の男が電話をかけてきましてですね、これこれこういうもんです。わーっ、どうした。なんせうちの会社の本社のナンバー2やと。あー、ナンバー2だよ。私はバタバタ謝ったですけども、部長から専務から課長から出てきて八方塞がりだったというお話です。いやいや、あの、はい、お子さんがそんなに喜ぶわけないし、もうちょっと子供が喜ぶようなさ、どうせやるなら絵本とかそういうのやれば、絵本の読みかけてとか、うん、じゃあ分かりました。じゃあ絵本をそれぞれ配ります。配ります。はい、でもそれぞれのお母さんとこ行け。わー、来た。もう疲れた、お父さん。いやいや、子供に愛情注ぎなさいよ、もうちょっと。しょうがないよ、もう。何？よその子やもん。お父さん、はい、子供番組って基本そうなんよ。よその子相手にするんよ。それじゃもう番組ならんと思うよ。タイトルがあるんじゃないですか。何のタイトルがある。お父さんと一緒って実の息子じゃないからね。じゃあ何やったらいい。博多のおじさんと、うん、たまーに一緒。誰が見るの。ありがとうございます。ね、改めて聞くのもなんですけども、はい、花丸さん髪の毛どうしたんですか。気になりますか。だってね、この年で急に坊主頭はね、はい、謝罪か大病のどちらかですからね。はい、でもどちらでもないんですよね。不徳の痛さ。実はあの、はい、彼はドラマの主役に選ばれまして、役作りで坊主になってます、はい。光栄なことに、ありがとうございます。どういうドラマなんでしょうか。明太子を作った男の物語という。あなたらしいですね。どこで見れるんでしょう。福岡県のみの放送となっております。本当、全国の皆さんにはもう訳のわからない坊主頭です。不徳の致すところでございます。ね、でも頑張ってまいりましょう。はい、ね、まあ、そのドラマも含めてちょっと今後の話なんですよ。何でしょう。私、YouTuber になりたい。熱でもあるの。
席だけです。心配ですね。YouTuber 知ってます。いやもちろんあの、はい、動画をね個人的に撮影してサイトに上げてって今の CM なんかでもちらほら見ますよ。見るでしょ。人気者らしいですね、はいはい、なんで急に YouTuber あれって人気出てる人って一般の人でしょ。まあもちろん我々プロがやったらもっとなんかいい作品ができるんじゃないかな。そんな簡単なもんじゃないと思うけどね。一回ちょっと動画を回してもらっていいですか。回すぐらい多いです。いいですか。じゃあやりましょう、やりましょう。どうも博多華丸でございます。今日は今が旬のブリの照り焼きをいただきたいと思います。どうですかねえ、飴色の輝き、うん、脂が乗っているんです。うまーベラス。ひー、華丸さん、華丸さん、はい、これあの YouTuber じゃない。何ですか。昼なんです。いつも通り、いつも通り、うん、テレビでやってること同じことやっても誰も見ませんよ動画は。え、どういうことがいいんですか。だからなんか初めて何々やってみたシリーズとかよく目にする。ああ、知ってる知ってる。いろんなものに挑戦して、はいはいはい、初めて何か。皆まで言うな。大丈夫、動画回してみましょう。どうも博多華丸です。どうもどうも。今日は初めてですね、乾杯から焼酎を飲んでみた。はい、喉カラカラ。これ焼酎です。じゃあいきますよ。乾杯。口がビールですもんね。準備不足、喉越しサプライズですか。ターゲットがわからない。ターゲット誰に向けてやってんのこれ。YouTube って大体小学生とか中学生が見るんで、はい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 、焼酎の喉越しとかわからない。なるほどなるほど。もうちょっと子供に寄せた方がいい。皆まで言うな。いける。回して。どうぞ。どうも博多華丸です。どうもどうも。今日は初めて、うん、締めでサンドイッチを食べてみた。いただきます。いやー、飲んだ飲んだ、飲ましたな、飲ましたな。どうですか最後に軽くサンドイッチ。いきますよ。ん、ママもう朝。くだらないよ。誰が見るこんな動画。違う違う、もう飲食なし、はい、飲食なし、飲食なし。あれは初めて踊ってみた。あー、知ってる知ってる。そういうのがあるから。あー、いける。皆まで言う。もう行く。どうも博多華丸です。いきますよ、うん、あ、シャンシャンシャン、お兄さんこっちだってのなる方、えっ、捕まえた。あー、間違えた。かー、約束通り、ヘネシーもう一本。以上、初めてホステスさんの手のひらで踊ってみた。店から出ようか。ね、店から出よう。店から出よう。なんでそんな酒場で全部取ろうとするの。どうしたらいいか。最初に博多華丸ですで始まるからおかしいんじゃないの。ほう。だからあの YouTuber で人気の方ってヒカキンさんとか、はい、マックス村井さんとか、マックス村井、そういう名前だから、お前も仮の名前をつけてやるっていうのはどうかな。みなまだ言うな。全部言ったよ。お願いします。お願いします。どうもホークスの松坂大輔です。いやー、いろいろ迷いましたけども、やっぱり球団が強いチーム作りをしたいという。嘘は良くない。松坂大輔じゃないでしょ。いいじゃないの。何やそれ。なんで急にエレキテルみたいなこと言うの。もう向いてない、あなた YouTuber 向いてないですよ。うです、うん、もう一個だけ今後の話をいいですか。何、今日打ち上げありますか。どうでもいいわ。どうもどうもどうも、改めましてよろしくお願いいたします。博多華丸大輔と申します。おかげさんでね、最近はちょこちょこテレビなんかも出してもらいになりましたけども、ありがとう。話もなかなかお金持ちにはなれない世界なんですよ。、うん、まあ吉本に所属している限りはね、ねえ、お金はたまらないですな。たまらないとか、お金に足りませんよね、うん、お金が足りてないんですか。足りてないですよ。あなた、はい、楽天カード持ってますか。急に急にどうしたの。今なら年会費無料、うん、5000ポイントプラス。持ってません。持ってません。ムムムムじゃないよ。急に得意なモノマネやめなさい。おすすめします。前から思い言ったけどさ、はい、あなたがモノマネするまでカビラさんあんなにムムって言ってないよね。そうなんです。なんな、向こうから近づいてくるって。新しいシステム。今や二人三脚でやらさせていただきます。ともどもお願いしたいですけど、ね、2016年でございますから、いろいろ新しいことに挑戦していかなきゃいけないですよね。それだったら私ちょっと提案があるんですけど、うん、何でしょうか。これからね、うん、ちょっとおじさん向きのテレビ番組を制作したいなというのがあるんです。おじさん向き、はい、でもそんなニュースとかねたくさんあるじゃないですか。いやいや、世のお父さんがみんなニュースが好きと思ったら大間違いです。大間違い。幼稚なおじさんもいるんですよ。そうなんだ。だから朝の出勤前とかに気楽にね、おじさんにしかわからないような番組があったら、もっとおじさんたちは喜んでくれるんじゃないかな。朝なんかね、ニュースと子供向けぐらいしかないから。僕もおじさんなんで、そういうのあったら絶対見ますよ。じゃあぜひ見せてください。やりましょう。お願いします、はい、7時15分。7時15分何してんの。上は150、下は92。塩分は控えようぜ。血圧測って始まるのね。さあ始まりましたけども、はい、まずはおじさん向けに頭の体操からいきましょう、うん、お、朝っぽいね。今から流れてくるお刺身に上手に調味料を合わせてください、はい、醤油かな、ポン酢かな、いってみよう。マグロ、あら、来た。
マグロ。マグロが来た。醤油。醤油。いいね。イカ。イカ。イカ。醤油。醤油。でしょうね。ヒラメ。ヒラメ。ヒラメ。ポン酢。ポン酢。素晴らしい。はい、じゃあステップアップしますよ。ステップアップ。今から次の、うん、調味料の上に薬味を合わせてください。わさびかな。生姜かな。いくよ。マグロ。またマグロ来た。マグロ。醤油、わさび、イカ、イカ、醤油、わさび、函館の方は生姜らしい場合、ヒラメ、ヒラメ、ポン酢、もみじおろし、細いネギも合う場合、しめさば、しめさば、このコーナーの趣旨がわからない。何がどうなったら正解なの。正解とかございません。ない。ただ一つのご提案をしてるだけです。ああ、その手があったかと思っていただければ結構です。ああ、そうなの。そうです。アドバイスだけです。あ、すいません、勘違いしておりました。じゃあもう時間がないんで最後のコーナーいきましょう。最後のコーナーはパジャマでお邪魔のコーナーです。パジャマでお邪魔。今日は上手に着替えることができるか。ごめんなさい、出てくるのおじさんですよね。おじさんみんな着替えられると思うよ。今日は長崎県佐世保市の和夫さん、はい、51歳。51歳。着替えられるの。チャレンジです。チャレンジ。それではミュージックスタート。私がやるの。パパッパパッパパジャマジャマガチャ。ただいま。パパッパジャマジャマ。あー、ヨータ最後のちゃんぽんが効いた。あー、食べんときゃよかったのちゃんぽん。よし、着替えろ。あー、着替えろ。よし、あら、あら、これがないぜ。これがない、あら、これ、よい、おい、これがないぜ。よい、そんな、女房昨日から実家だ。よし、このまま寝よう。花丸さん、花丸さん、この番組、僕は見ます。ありがとう。ちょっと相談ございまして、うん、何でしょう何でしょう。最近、うん、乾杯の温度をお願いされることがあるんですが、いい乾杯の温度がないかなと思います、うんうん、あのごめん、あの、はい、題材が渋すぎない。いやだってほら普通相方に相談することって、はい、あの彼女が欲しいとかバイトがきついとかその辺が相場なんでね。乾杯の温度って言われてもお言葉でございますがす、ねはいはいはい、私も結婚もしております。もちろんもちろん。女房子供を犠牲にしてまで彼女が欲しい、うん、心から笑えるでしょう、うん、真面目。ものすごい真面目やんこの人。私もう41歳でございます。まあ同い年ですよ。この年になってバイト始めました、うん、東京の店長と水が合わない、うん、なんて言いますか。もうその時は福岡帰ろうって言うさ。だ我々ができる漫才にはもう制限があるわけ、うん、まあまあまあね。でもそれがもう漫才20年以上やってきた証ですから。はいはい、はい、言っとくけどみんなこうなるからな。誰に言おうと。誰に。とりあえずアルコ&ピースに行ってやりましたよ、まあまあ、スタンバイしてますよ。そうよ、20年超えるとこうなるんですよ、はい、やるやる、乾杯なんか得意でしょ。いいで、うん、見ちめしちめして。じゃあ僭越ながら乾杯の温度をお願いします。スピーチとスカートは短い方がいいなのと申しますけども。いや今日は晴れてよかったですな。なんかあの予報雨と聞いておりましたけども、うん、ただ私毎週毎週ゴルフに出かけてますと玄関先でまたゴルフ行くとね、女房の雷が落ちました。我が家だけ土砂降りでございます。バイバイ。これは俺のミスでもあるんだけど、はいはい、あのシチュエーションをよく聞いてなかったから。そうそうそう、どこ会場、これゴルフ場のパーティー会場ですよ、うん、はいはい、でもほら我が家は土砂降りだけでこんな自信満々にいけんの。大丈夫大丈夫。女房雷あたりで手応え感じてます。そうなんだ、はい、ゴルファー笑ってるの。笑ってます。受けてるんだ、はいはい、いいと思いますよ。じゃあ次の会場行ってみます。行きましょう行きましょう。はい、じゃあ誠実ながらお願いします。スピーチとスカートは短い方がいい。お願いしますけど、そちらの先生と私はですね、もう付き合いは未来永劫というのをマニフェストにさせていただきたいと思います。なんですか、私はマニフェスタと言われるアスファルトの方が会社と、いえ、そうです。いや、そうですか。ですからですね、あちらの先生と私の絆はですね、アスファルトよりも硬いんだということを、乾杯。ね、お前の自信がわからない。いや、まずなんで選挙事務所のパーティー出と。お言葉でございますが、私実家が土建屋でございます、はいはい、うん、知ってますよ、岡崎産業ですよね。ああ、うんうんうん、まあ、こういった癒着もなきにしもあらず、うん、そこは黙る。そこは真意でいいですよ、はい、はいはい。で、マニフェストとアスファルトの掛け言葉一本勝負でこんないけんの。大丈夫です。建設関係の人が多いんで、アスファルトというより鉄板でございます。あ、そうですか。受けてるないです。受けてるないです。大丈夫。じゃあ次の会場行きます。行きましょう行きましょう行きましょう。はい、スピーチとスカートは短い方がいい。長めのスカートが好きな私はどれもですね。ごめんごめん。
ずっと気になっとったけどさ、そのスピーチとスカートのくだり何？これは乾杯の温度の上等句。上等句、はい、決まり文句。決まり文句、うん、でもちょっと古いしさ、はいはい、若干セクハラなんで、はいはい、うん、そこやめません、まあ、うん、いやでもリズムがあるんですよね、こういうなんか。じゃあ何々と申します残しで、その前は時効の挨拶とか入れた。あ、上を変えるわけです、うんうん、上だけ変える、うん、やろやろ、せいぜい、お願いします、お願いします。日本シリーズで落合監督が内川のバットに巻いたテーピングが長いんじゃないかなどと申しましたが、花丸さんごめん、一回ぐらそうか、一回ぐらそうか。あの提案があるんやけど、はいはい、九州から出ようか、うん、フジテレビ、ここ。偏りすぎです、偏りすぎです、全国ネットですから、はい、もっと意識しよう、九州から、九州から一回出よう、一回出よう、僭越だから、行きましょう、行きましょう、お願いします。おいでませ山口へと書いてあります。近場で降りたな、なんで山口で降りた、もっと来いよ。縁も竹縄でございますが、はい、中締めさせていただきます。もう終わるよ、ありがとうございました。と相談があるんですけど、何でしょうか。ユーチューバーになりたい。花丸さん、違う違う違う、はいはいはい、あの本日2度目の劇場出番じゃないから、これ、ね、うん、そういうのなし。あ、そう、うん、2回公演じゃないの。違います、違います。職業病です、ね、今回逆に私から相談があるんですよ、はい、何でしょう。というのもね、これからのシーズン忘年会とか新年会とか、はい、いろんな飲み会があるでしょ、で、あの上司の方がいらっしゃったら、うん、そろそろもう帰りたいけど帰るって言い出せないじゃない、はい、そんなことある。だからちょっと俺飲み会フェードアウトするから、はい、あなたちょっと上司としてちょっと宴会やってもらっていい、はい、で不戦だなと思ったら捕まえていいから。なるほど、なるほど、お願いします、はい、お願いします。ねやらな、飲みますわ、乾杯。乾杯。かあ、今日のビールは格別に美味しいですな。いやいや、昨日飲んだビールより美味しく感じますもんね。果たして明日は今日ほど美味しいでしょうか。あの、すいません、すいません、そろそろ僕この辺で失礼をさせていただきます。え、はい、あんた今帰ると。あ、すいません。そんなん言語道断ばい。まだか。確かにあんた前半調子悪かったもんね。特に7番ホールのトリプルボギーびっくりした。だって後半は調子上がりますから、ちょっとガソリン入れましょう、ガソリン。ビールでも飲んで、はい、あれ、ビールじゃない、ハイボール、はい、ハイボールとビール、いや酒のちゃんぽんと親の意見は後から聞いてくるけんね。よし、ハイボールに絞ろう、うん、すいません、うん、ハイボール追加。花丸さん、花丸さん、はい、ここどこですかね。ゴルフ場のレストランです、うん、はい、なんでゴルフ場で宴会っていうの。ほら、上司が集うところってなんとなくね、かもしれんけど、俺ゴルフの途中で抜けるっていうのはそんな非常識な男じゃないから。そうよ、ね、うん、場所変えてくれる。ごめんなさい、ごめんなさい。いやー、あんたと酒を飲み交わすやら久しぶりですな。酔っ払ってね。あ、もうあれじゃん、ビールの方は、え、数値が、いや、低い低いと思って高いのが尿酸値とプライドですな。私もう焼酎にチェンジで、すいません、チェンジ、チェンジ、すいません。あの、そろそろ僕電車がないんでこの辺で。あら、はい、あんたひろのりくんやろ。ひろのりです。大きくなったね。東京進出したらしい、大したもんた。 ありがとうございます。 あんたのいとこのみきちゃん見て、綺麗だった。ああ見えて子供3人げな。ああ見えんな、やっぱあれね、よその子とゴーヤは育つのが早いね。思ってるけどね。お、新郎新婦、こっち向いて。ここどこですかね。結婚式場でしょうね。いや、俺披露宴の途中で帰るっていうのは、俺そんな非常識な男じゃないよ。そうね、普通の居酒屋でいいですから。普通の居酒屋、普通の居酒屋でやってください。なんていう居酒屋、何でもいいから、その辺は。若者が集うね、チェーン店系の居酒屋だったら上司も言いづらいでしょ。あ、そっか。かといってこれ個室かなんか押さえたら上司も長居するよ。変わってくるの。でもあの掘りごたつかどうかでだいぶ変わってくるよね。掘りごたつ、あ、やっぱあの上司ってのは腰が痛い人が多いの、はい、あれはね、腰痛持ちと女の一人旅、足を伸ばしたがるね。金丸さん、さっきからちょいちょい挟むその新しいことわざみたいなの何だ。俺腰痛持ちと女の一人旅、足を伸ばしたがるとか、初耳中の初耳だ。言いませんか。言わんよ。あ、そう。じゃあ私上司やるから、あなたフェードアウトの見本見して。あ、そっちの方が得意でしょ。僕は止める方。そうそう、止めてください。じゃあいきますよ。よし、乾杯。今日はまだまだ朝まで飲むぞ。ああなったら長いですもんね。私が止めてきますか。あ、ちょっと前、すいません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 ね。あら、先方やないですか。素通りなんてとんでもございません。はい、いただきます。はい。え、うちですか。うちはもう上の子が中学3年生になります。はい、やっぱあれですね、よその子とオクラは育つのが早い。人なんですよ、ね、ちょっと止めてきます。ちょっと前さん、ちょっと前さん。あら、松尾くんやないね。あ、締めてサンドイッチはないばい。お前帰る気ないやろ。いろんな人に言われるんですよ、うん、まあ、後輩からはおごってくれとか、まあ今に始まったことじゃないですか、ね、で友達からちょっとお金貸してくれないかとか。ああ、そう、うん、急にお母さんから電話があってね、そろそろ実家をリフォームしたいんだみたいなこと言われる。話大きくなりましたな、うん、ただザ・漫才で優勝しても賞金とかもらえないですよね。そうなんです、ね、あの皆さんご存知の通り、優勝してもらえるものはどん兵衛10年分ですから、はい、
どん兵衛でね、なかなかリフォームはできませんが、いや、まあちょっと雨風でしのげないと思いますね。だからね、お金がないのにお金があると思われて来られるのがちょっと辛いですよね。お金がないんですか？お金がないというか、お金が足りませんよ。お金が足らない？足らないですよ。あなた、はい、楽天カード持ってますか？急にない。今なら年間に無料5000ポイントプレゼント。今スマホとパソコンで簡単に入会できるんです。持ってません。持ってむむむむじゃないの。急に得意なモノマネやめなさいよ。っていうか坊主頭にやってるから前ほどあんまり似てもない。クーですよそれは。本当にちょっと髪の毛とレパートリーを失いつつありますよ ね。あなたはね、モノマネのレパートリー頼んでて少ないん で、 そうなんです。もう一つの方も確認しておこうかな。このモノマネはどうでしょうか、はい、小玉清さん。アタック25司会の小玉清です。大丈夫かな。問題です、はい、楽天カード持ってますか？いつまでいいよ。持ってません。結構。結構って何？どういうことなんですか？大丈夫ですよ、これ。このモノマネ大丈夫です、ね。何よりでございますな。でもね、本当にね、まあ、チャンピオンで賞をいただいたんでね、はい、これからも皆さんの見る目も変わりますから。まあ、進化を問われますからね。ですよね。だからさ、はい、なんかいろんなことに挑戦するべきだと思うんですけど。あ、いいじゃないですか。なんか頭野さん、挑戦したいことあります？私ですね。はい。YouTuber になる。うん、ダメ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 。ダメダメダメ。それ、ザ・漫才でやったネタですよ。下の根も乾かぬうちにとは、このことですよ。好評だと聞いたんで。いや、かもしれんけど、はい、もうこのネタそれこそ YouTube にいっぱい上がってるか ら、 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 ら、もうみんな見てるから YouTuber 以外でお願いします。あ、そうですか、はい、私、うん、ゆるキャラになったり、はい、ゆるキャラ、うん、何なんて。いや、テレビ見てたら全国各地にゆるキャラがいて、うんうん、なんだったらお笑い芸人さんよりもなんか人気があるって聞いたんですよ。人気あるし、はい、お金もかなんか儲かるみたいな話聞いた。そうでしょ。ゆるキャラになるの、はい、え、何になるの？私はやっぱりハナッシーになりますね。私なんで、はい、それふなっしーみたいなもんだと思って考えて、まあ差し支えないですよ。はい、ふなっしーはね、千葉県船橋の非公認キャラクターですよ。はなっしーはもう福岡市の公認中の公認でございます。公認、まあ、市役所とはズブズブの関係でございます。ズブズブ、ズブッシーと呼んでいただいても差し支えない。使える使える使える。まだふなっしーが浸透してないから、はい、あ、そうです。俺急にズブッシーなんか呼べない。なるほどなるほど。え、なんだ、ふなっしーはね、梨の妖精ですよ。ふなっしーは個人事業主です。まあ青色申告の妖精とでも申し上げたらね。確定申告いきますからね。はい、ふなっしーはね、特技がジャンプと か、 なんかダンスとかあります。なるほど。ふなっしーは特技は、まあ見積もりと入札ですね。はい、なんやろね、ふなっしーのね、決めているのはナシールブッシャーよ。あ、そう。ふなっしーは公共事業受注バンジャーイ。ダメ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 。ダメダメ。子供意味がわからんし。ああ、そう。親は眉ひそめるよ、それ。なんで。ふなっしーはやめといた方がいいと思うよ。あ、そう。うん、じゃあ、花もんかな。花もん、花もん、それはくまモンみたいなもんだと思っていい？差し支えないですよ。くまモンはね、熊本県の PR キャラクターですよ。花もんはやっぱ福岡県ですか？いやいや、何、あの居酒屋チェーンの花の舞のマスコットキャラクター。花の舞の、はい、え、それはみんな向こう知ってんの？いや、非公認です。そこ非公認。ぜひお願いします。花の舞迷惑しない？いずれです、いずれ言おうと思って、はい、大丈夫大丈夫です。くまモンは可愛いですよね、赤いほっぺが特徴ですけど、うん、花もんは、花もんは素顔です、うん、基本は基本素顔。ただ鼻の頭がちょっと赤いです。それただの酔っ払いじゃない？大丈夫？かわいいっす。かわいい？ちゃんと活動できる？いや、それはもうお客さんのテーブル回ってね、やっぱいろいろこう、やっぱアイス振りまいたりする。なるほど。じゃあちょっとそのシーンだけ見せてください。あ、そうですか。はい、いや、どうだ。あ、花もんか。いや、いや、花もんか。え、何がですか？え、ちょっと。あ、お客さんの言う通り、うん、これは芋じゃなくて麦ですば。意味がわからん。ありがとうございました。ね、まあ、こんだけのお客さん、はいはい、何よりもあちらにはね、そうそうたるメンバーで皆さん見てるということで、はいはいはい、まあ、非常に緊張しますけども、ね、まあ、頑張るしかないですね。頑張るしかない、うん、はい、なんとおっしゃいました。いや、頑張るしかないですよ。はい、その通り。小玉さん、児玉さんの声までキャーとね言っていただくという方、まあまあ僕らのもう名刺代わりでございますんでね、児玉さんともども喜んでおりますけども、児玉さんのモノマネを、じゃあちょっと細かいモノマネでございますけども、見せておきましょう。あのアタック25でですね、はいはい、あの出場者の人はもう、あの素人の方なんで緊張するんですよね、うんうん、で緊張して間違えてパネルを取った時にも、うんうん、優しくたしなめる児玉清さん。なるほど。じゃあ想像しながら見てますんでお願いいたします、はい。鳥取県いいでしょう。はい、見事お答えいただきました赤の方、何番？4番。うん、なぜ角を取らない。はい、いや、素晴らしいです。いやいや、そんな、お上品にね、お上品なものなんですね。ただこの児玉さんのモノマネも、うん、もうそろそろ限界に来てるというか。なんで限界？いやいや、もうちょっと飽きられつつあるというか。まあまあ確かにね、言われてみれば、もう考えたらそうですもん、はい、だって僕ここね、ここ2年間ずっと児玉さんのモノマネでテレビ出てるでしょ。出てます。で、僕はその横に佇む男として出てるんですよ。
まあまあね、いい加減にしようがないと。まあまあまあもう無理ですよ、それは。ただね、ハードル上がってますからね、風間さんということで。だからやっぱりちょっと違うモノマネに新ネタあるんですか、はい、じゃあぜひ。ああ、もうこの期待には答えなきゃいけないですよ、はい、じゃあ児玉さんに次ぐ新モノマネ誰でしょう。カビラ・ジェイさん。また渋いマニアックな人選を。いやいや、誰もしないのをモノマネしないで。まあ、ね、まあ、ニューステーションに昔よく出てたね、サッカーでおなじみの方ですね、はいはいはい、熱い方ですけども、まあ、顔がね若干もう似てますよね。まあ入り口はそこでもじゃあそんなカビラ・ジェイさんの何の、ちょっと細かいですけど、まあ大歓迎ですよ。サッカーも大好きなんですよ。いや本当熱い方です、ね、好きすぎても感情を抑えきれないんですよ。わかるわかるね。だから、うん、見てない人のまで結果がすぐ分かってしまう、はい、ニュースステーションでのサッカーの VTR の振り方っていうのは、なるほど、感情が入りすぎて、はい、試合見てない人でも先に結果が分かってしまう、はい、カビラ・ジェイさんの VTR の振り方では、カビラ・ジェイさんお願いします。さて我らが日本代表なんですが、先ほど試合が終わりまして、結果どのようになったのかご覧いただきましょう。やったぜ稲本。いやいやいや、言い過ぎ。結果どころかその試合の MVP まで発表してるんだよ。試合見る前に稲本が決めるって分かるな。まあでも児玉さんがねゆっくりめのモノマネなんでテンションが高くていいんじゃないの、うん、ただやっぱ勝った試合テンション高いですけど、はいはいはい、負け試合も、もちろん日本代表負ける時もありますよ。感情を抑えきれない、変わっていきます、変わります、変わります。じゃあ日本代表負けたバージョン、カビラ・ジェイさん、はい、お願いします。さて我らが日本代表なんですが、先ほど試合が終わりました。終わってしまったんです。さあ結果どのようになったのかご覧いただきましょう。どうした柳沢。むっちゃダメだって、見る前にわかるでしょ柳沢がやらかす。もう抑えてるんだ。まああれはまあ2008年はじゃあ児玉さんとカビラさんと日本立てで、ね、児玉さんもやるんですね。まあもちろんですね。そして私はまた佇まして。いやいや、じゃあお互い頑張っていきましたよね。まあでもねちょっとね、あのニュース見てました、この前ちょっと心配事がありまして。今の子供たちって僕ら子供の時に比べて睡眠時間やたらと少ない、眠れない子供が。見ました見ました。はい、でも時代の流れですよね。だってもう今24時間テレビやってたりね、まあね、コンビニが開いてたりとか、漫画があってゲームがあって誘惑が多いもん。それしかしやっぱ寝る子は育つ、寝るようにね促してあげるのが親の務めだと。なるほど、私は思うんですよね。まあ確かにわかるけど、まだそんな立派なお父さんなれるの。僕はもうそういう風に促せますな。マジで、はい、じゃあ僕が眠れない子供やるんで。あ、眠れない子供。じゃああなた博多のお父さんとして、博多のお父さん、はい、上手に僕を眠ってね、眠りにつかせてみてください。はい、わかりました。行きましょう。お父さん、おどうしたとや。お父さん違うとって、うん、僕ね足早起きせないかんのにね、うん、全然眠くないよ。眠らないでよ、目つぶっても眠れんのよ。あ、そうや、どうしたら眠れる。よし分かった、じゃあお父さんはね枕元で絵本を読んであげよう、うん、いやもう気持ち嬉しいけどいいよ。なんでだって、もう絵本の話大体頭に入っと思う。内容知っとけ、内容知っとけんさ。よし、うん、またじゃあお父さんがねちょっと現代風にアレンジしたな。え、お父さんオリジナルの絵本。お父さんそんな器用なまでできんの。あ、じゃあそれ気なら頑張って寝てみよう。じゃあ何読んでくれるの。じゃあお前ね一人から、うん、兄弟が出てくる。3匹の子豚しよう。分かった分かった、ちょっとアレンジ加えてよ。分かった分かった。じゃあおやすみなさい。3匹の子豚たちはそれぞれ独り立ちをするということで家を建てることにしました、うん、一番上のお兄さんはわらで、二番目のお兄さんは材木で、そして末っ子の弟はなんとレンガで家を建てることにしました。長木さん、3時にあのセメント会社来ますた。それまで基礎工事だけ終わらせてきますばよかな。おいアルバイト、お前たちは休憩っていつまでタバコ忘れてくる。早くその一輪車でレンガ積んでこっち持ってきなさい。あの現場監督なんや、市役所の人が来てる。何の話だ。そうか、起きるよ。なんで博多の工務店が受け負っとんの。はかどるでしょ。はかどったらダメって。小豚さんに作らせてよレンガの家は。いやー小豚には無理ばい。なんで無理とか言うの。爪がお前焦げになっとんばい。お父さん、父さん、そんなん言い出したらキリがないやろ。話変えてよ、眠れんよそんなんじゃ。違う話よ、違うのにして。ウサギとカメ行こうか。ウサギとカメ頼むよ、アレンジ加えてよ、はい、おやすみなさい。もしもし、もしもし亀井君、君は仕事が遅いね。午前中に頼んどいた見積もり書はどげんだったって。いやー、それがウサギ専務、私もですね、これ子供の時から。父さん、アレンジがきつすぎるよ。なんでウサギと亀がサラリーマンの物語になったん。いやちょっと良かれと思った擬人法や。もうちょっと昔話のテイストを残してよ。テイストを、テイスト残したまま昔話っぽくやって、それでアレンジを加える、うん、じゃあおむすびコロリンでアレンジ加えようか。頼むよ、じゃあ寝らねえかんねん、はいはい、あーそろそろお昼前、よしご飯食べろ。よしばあさんこしらえた弁当、あら今日おむすびはないばい、パンばい。意味が分からん。なんでおむすびコロリンでパン持たされとん。転がらんと話ならんやろ。ロールパンやけど。そんな問題やないん。
形どうこう言いよらんのよ。俺もさっきから聞いた原因分かった。お父さん全部博多弁やけんさ、若干武田鉄矢色が強くなるとって。まあ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 、売りやもん。売りとかいらんけん。標準語でやってくれ。昔話で標準語やん。標準語やったね。標準語でアレンジこうやってよ。いや、じゃあ、寝れる。できる？できる、できる。頼むよ、じゃあ何言うのくらいの。じゃあもう、桃太郎でいいか、オーソドックスに。頼むよ、もう博多弁なしよ。ああ、標準語ね。はい、おやすみなさい。昔々、あるところに、おじいさんとおばあさんがお住まいになられていたそうです。赤の席のおじいさんは、山で芝刈り業を営んでいらっしゃる、緑の席は川で洗濯が得意だというおばあさん、そのおばあさん川で洗濯中川上の方から大きな大きな桃を乾くと、その桃を自宅へ、持ち帰って包丁で真っ二つ中から玉のような赤ん坊、そうなんです、それが桃太郎なんです。くーその桃太郎すくぞ成長し18歳で日本代表入り早い。おばあさんに聞きました。鬼ヶ島に行ってもいいんですか。いいんです。ん、成田から10時間鬼ヶ島に到着、そこでは絶対に負けられない戦いがあるんです。家来の猿がドリブル、犬が上げる、マキが飛び込む。惜しい。今のどうでしょう、セルジオさん。誰がセルジオさん。どうもありがとうございます。